なんだろう、力が溢れてるような。水晶がいっぱい、綺麗ね。水晶の中に何かいる。これってマナ？え？本当だ、マナが中に。こっちの水晶もです。もしかして全部の水晶に？一体どうして。来ましたね。あ、先生。おお、来てやったぞ。こんなとこにわざわざ呼び出して何の話？あなたたち、マナとは何か、わかる？え？ああ、いきなり聞かれても…マナは、マナとしか…お友達だし、錬金術手伝ってくれたり。マナとは、この世のあらゆる事象を司るもの。風か治水、光に闇、星や月、感情や精神、様々な種類はあるけれど、元は同じ。つまりは、純粋な力の塊。力の塊。私たちが目にするマナは、ただの外見であり器。中にも。同じ話を、以前祖父から聞いたことがありますが。遥か昔、錬金術師たちは、その力だけを取り出せないかと考えた。マナから力を？そんなことができるんですか？多くのマナは錬金術師の手に怒られた。実験の名のもとに数千、数万閉じ込められ、薬を投与され、生きたまま体に刃を突き立てられ。やだ、ちょっとやめてよ。まるで C 級ホラーだな。繰り返される実験の果てに、錬金術師はマナから力を取り出すことに成功した。でもその力は人ごときが御せるものではなかった。マナという器から解放された力は瞬時に暴走し、辺り一面を焼き払った。草木一本、生きた人間の一人も残らないほどに。マナにそんな力が？錬金術師たちは即座に実験を中止し、実験途中のマナを水晶の中に閉じ込めた。そして全てをなかったこととして記録から抹消した。そんな、それじゃあこの水晶の中のマナはその実験の？ひどい話ね。あなたたちの目指す錬金術師とはそういう存在。それを知った上でもう一度考えてみるのも悪くないでしょう。あなたには聞こえる、ここで眠るマナたち無念の声。え？大きい水晶、この中にもマナがいる。さっきの話、サルファは知ってたの？マナは人のことを
恨んでないのかな。サルファは僕のこと。ありがとう。ん？何？え？声がどこからだろう。出たい？この水晶から？君が喋ってるの？何これ、閉じ込められていたマナでしょうか。まずいんじゃないか。力が暴走するとかどうとか。やる気満々みたいだけど。逃げる余裕はないな。ならば迎え撃つ。でもマナなんですよね。昔錬金術師に。死の子の言ってる場合か。死にたくなければ動け。はい、でも。
決めよう。取れてきた。あんまりいじめないで。エゴ。まわる。精神集中です。見せましょう、刹那の極み。いつでもいけるよ。かえって、私も呼んでね。誰でもやっちゃうよ。取れてきた。あんまりいじめないで。精神集中です。参ります。すべてを壊して一撃です。爆発はしなかったようだな。怖かった。寿命が10年くらい縮んだわ。あのマナ、錬金術師にひどい目に遭わされて、今度は僕たちに。あんまり考えちゃダメだよ。しかし、なぜ水晶から出てきたんでしょう。水晶にヒビでも入ってたのではないか。そんな単純な理由なわけが。どっちにしろ早く離れた方がいい。原因の究明は先生方に任せるべきだ。そうだね。てかイゾルデ先生どこ行ったのよ。やはりと言うべきなのでしょうね。テオフラトゥース、あなたは。結局その後、イゾルデ先生に会うことはできなかった。戻って校長先生に話したら、随分驚いてたけど、これまで水晶からマナが出てきたことはない、すぐに調査するって言ってたけど、あの時僕が聞いた声、もしあれがマナの声だったとしたら。そしてイゾルデ先生はなんで僕たちをあの場所に呼び出したのか。